伊豆姫 E は、トビエイモクア赤エイカに属する海水魚である。伊豆半島で得られた標本をもとに1988年に新種として記載され、現在までのところ生息が確認されているのは日本沿岸のみである。成熟個体の体盤幅は70センチメートルに達し、赤エイなどの近縁種に似るが、尾がやや短いといった種子の特徴から識別される。 再捕霊が少ない機種であり、その生態には未解明の点が多い。伊豆姫 E は、飛びモ目の赤いか赤絵族ダシアティスに分類される。本種は1988年に、北海道大学の西田清則と中谷和弘によって、日本魚類学会の発行する魚類学雑誌において、新種として記載された。本種のアミオ、および、学名の種商病イスアンシスは、 タイプ標本が得られた伊豆半島に由来する。この時は八個体の標本に基づいて記載が行われ、そのうちホロタイプは、体盤幅4 2トルの成熟したオスの個体であった。背面から見た伊豆姫鳴、ビブは写真下側に折り返されている。本種の体盤幅は4 0トル程度から、最大で7 0トルに達する。体盤はひし形で、その幅は、 長さよりも、わずかに大きい。胎盤前縁はほぼ直線で、後縁はやや丸みを帯びる。胎盤の前端はわずかに突出し、符は丸みを帯びてわずかに突出する。目は中程度の大きさで、その後ろに大きな噴水孔がある。覆面の尾孔の間には、白色で短い皮、がある。上顎には35から41の、下顎には37から39の熾烈がある。 歯列は、死刑状の配列をなし、歯は、メスや未成熟個体と比較して、オスでは、やや尖っている。皇帝には5列の乳頭突起がある。腹気は幅広く三角形である。尾は、無知状になり、台湾とほぼ同じ長さで、背面には1本から2本のお毛がある。トゲには、普通オスでは 6.8cm 程度、メスでは 7.9cm 程度で、 112から130程度の虚子を持つ。ビブに背面には黒色で短い隆気線がある。胎盤はコトゲがなく円滑であるが、生体ではトゲの手前と胎盤の背面後部正中線上に一列に並ぶコトゲを持つものも見られる。胎色は胎盤の背面で黄土色で目の間とビブの後端3分の2はやや暗色になる。覆面は白色で、 変縁は褐色、または黄色に縁取られる。赤い遺族の他の種と比べると、尾が短いのが特徴である。また、覆面にある皮は、本種では白色だが、同族の赤い絵では黒色になる。房総半島南部から、九州南岸までの太平洋沿岸、有明海、九州西岸、鹿児島湾、瀬戸内海に生息する。標本に基づいた報告は、 極めて少なく稀な種だと考えられる。ただし、本種と見られるエイの写真は、インターネット上では日本各地から報告されており、特に伊豆半島東岸での観察が多い。これまで本種は日本以外からは報告されていない。しかし、日本における生息地は黒潮状に当たるため、台湾や東、シナ海などの黒潮状に当たる海域には分布する。 可能性が指摘されている。定性性で沿岸海域の水深10から60メートルの砂底底で見られる。体盤幅37センチメートル程度で生成熟に達する。その他の生態についてはほとんどが不明である。本種はまとまって漁獲されることはないが赤えいと混同されて食用に供されていると考えられる。国際自然保護連合は 本種の保全状況について地理的分布の狭さと日本の沿岸漁業における底引きトロール漁業などによる混獲の影響を指摘し近畿休止と評価している。ありがとうございます。